このビデオは張力安定トラス構造システムの開発とそれを応用した屋上ドームの建設記録である。東京大学生産技術研究所屋上に出現したドーム。このドームの骨組みには新しい構造システム張力安定トラス構造が採用されている。張力安定トラス構造は東京大学生産技術研究所阪外研究室と太陽工業との共同研究から生まれた。不安定な骨組みを最小限の圧縮部材と張力によって安定化すること、それが超軽量骨組み張力安定トラス構造ユニットの出発点であった。大空間構造に最適な張力安定トラス構造はこのユニット構造の組み合わせによって成立している。屋上ドームの建築計画は生産技術研究所藤井研究室が担当した。建設に先立ち生産技術研究所千葉実験場においてフルスケール部分モデルの組み立て試験と張力導入実験およびユニット構造の採火実験が行われた。張力導入試験の結果、実験結果と解析結果はよく一致した。続いて単位構造の採火試験が行われた。採火試験の結果、ユニット構造の採火能力は 13.5 トン以上あることが分かった。1991年5月、ドームの建設が始まった。まず不安定なひし形パターンの骨組みが仮設サポートの上に組み立てられた。ジョイントにはシステムトラス用の鋼製ボールジョイントが用いられた。張力材の取り付け作業、張力材の取り付けが完了し、いよいよ張力導入作業となる。張力導入は実験結果に基づき導入トルク値で管理される。1991年5月17日、トラスを屋根幕で覆う作業が行われた。ラッキング作業により徐々に緊張した膜面が形成されている。
斬新な発想に基づき開発された新しい構造システム、張力安定トラス構造。この構造による世界初の実験ドームはこうしてその姿を現した。この屋上ドームは東京大学生産技術研究所の産学共同研究成果の一つの象徴となっている。